こんにちは、指揮官。今日の作戦、私が補佐しますよ。お帰りなさい、SV-98 誕生しました。ご命令を。指揮官、自分のイメージと計算方式を更新しました。必ずより多くの勝利をもたらしてみせます。ほらほら、じーっと見てないで。早くお仕事しましょう。次のターゲットは何でしょう。接近戦は苦手ですが、長距離戦ならお任せください。今日の仕事量は、少々私の計算を超えましたね。でも大丈夫。どんなに遅くなっても、あなたについていきます。新しい仕事ですか？指揮官。勝率を計算しましょうか。あ、指揮官。今、ちょっと取り込んでいるので、少し待っててください。これも、作戦の一部ですか？しっかりとメモしておきましょう。すごい！はい、あなた様の期待に必ず応えてみせます。チームに入ります。いつでも行けます。出撃します。皆さん、命令が来ました。行きましょう。敵軍捕捉、周囲を警戒して。敵発見、射撃準備。全員で攻撃よ。進行。防御に入ります。止まれ、用意。敵軍をうまく見ました。私の計算、見透かされましたか？やっぱりしくじっちゃったみたいです。射程距離と命中の精度を生かしたおかげです。作戦完了。計算通りです。皆さん、よく頑張りました。油断しました。退却します。そんな、私の計算に何か間違いがあるというのですか？援護作戦は遠くにいる私に任せてください。指揮官、行ってきます。私の留守中もお気をつけて。戻りました。任務は順調に完了しましたよ。新規装備の製造が完了しました。新しい声優が加わりました。ようこそ。編成拡大完了。みんな、照準器の準備をしてくださいね。ありがとうございます。この調子で努力します。計算を超えた力、ありがとうございます。よく狙って撃て。これぐらいの距離なら大丈夫ですよ。完璧な一撃です。これで戦いを終わらせましょう。計算完了。さあ、覚悟してください。待ってました。よーい。無駄です。全ての可能性を計算しました。そんなこと、私の計算外です。でも、メモは取らなくていいんですよね。だって、一回で十分ですもの。指揮官、私はこの瞬間をずっと忘れません。少女前線、君のハートを撃ち抜くぞ。